建てようと思ったきっかけは、前のお家が全く日差しが入らない薄暗いところにこの子たちいたので、絶対明るいところ光が欲しいと思って、それで大和さんに相談させてもらって猫のお部屋を作ることになりました。やっぱり自分たちが見えるところに置いときたいよねっていうので、リビングから見える場所で、向こう猫たちからも私たちが見える環境っていう、まあそれが最初のもう作る条件。一番こだわったのは、日当たりを良くするために窓をでっかくして、西側、あ、じゃあ南向け。南向きにしたところですかね。壁紙もツルツルしてる。動物で聞いたら、その動物用のクロスがあるって教えてもらったので、ね、それもそれにしようっていうことですね。普通のクロスだと多分ビリビリにもされちゃうんで、あの子たちとも接点がかなり増えましたね。もう今四六時中一緒にいるんで、ね、で誰かが調子悪いとかっていうのはもうすぐ分かるようになりましたね、やっぱり。前のトイレね、は大変だったんです。匂いだね。匂い。匂いとおしっこの量ですか。それで猫レッドを聞いそう、て。こういうのがあるんですよっていうお話をさらっと聞いて、水洗だって聞いて、それすごいじゃんっていうので、ね、そこはね。もうそれはもうなんか即で、これ入れたいねって言っても、もう手間っていうかね、水洗、その感知して流れてくれてっていうので、もうこれがいいってなっちゃったんですよね。そうそう、で入れることになりました。猫レッドの良いところは、まあ、シンクが大きくて、シャワーとあれが切り替えがまずできるっていうところ。だ、洗う時にはちょっとシャワーだとびっくりしちゃったりするので、こう切り替えて音が出ないようにしたりするのもできるし、ノズルも伸びるから、こう綺麗に周りも掃除できるし、猫たちの餌の器、飲み水のあれも洗えるし、前は人間とこう同じところで使ってたので、スポンジも分けなきゃいけない、自分たちのと分けなきゃいけないっていうので、結構間違っちゃったりとかあったんですけど、完全にもう動物のもの、猫たちのもの、私たちのものっていうふうにシンクをこう分けられた。まあ衛生的にやっぱり分けられたのが一番あってよかったかなっていうのはありますね。やっぱ抜け毛の時期ね、家でできるっていうのが一番かなっていう。だからちょっと何か病気して嘔吐とかしちゃって、こう汚れちゃったとか、まあそういう時にすぐ洗えるので、まあ自分の猫を管理するのにはあって、よかったかなとは思いますね。こうやってお家をね、建てさせてもらって、私たちが望む、まあ明るさだったり、こう配置だったりとかっていうのは全部叶えられて、猫たちにとってやっといい環境に置いてあげられたかなっていう、そこが一番変わったかなっていう、よかったなって思いますね。オーナー様の、展示場に、ご来店いただいて、最初の、ご要望として、猫ちゃんと一緒に生活したいっていうご要望があったので、それに合った間取りをご提案させていただいてる、その本当にタイミングで、ネコレットっていう、商品が発売になりまして、そちらを私の方で、オーナー様の方に紹介したところ、それを入れたいと、とても気になるっていうお話をいただいて、ネコレットの、シャワーが使えたりとか、おトイレとしての機能とか、そういったところをご説明させていただいて、
採用いただいたという形になります。